どうも、かんちゃんです。ご視聴ありがとうございます。本日の動画はサイクリングウェア、上から下まで一気に爆買い。はい、ということで本日はですね、こちらインバイクさんという海外のサイトがあるんですけど、こちらで取り扱っているサイクリングウェアを一気に買っちゃいました。それがこちら、ドーン。見てください、サイクリストにとって夢の箱です。はい、ということで今回はですね、4つの商品を購入したので皆さんと一緒に開封していきたいと思います。はい、では1つ目、こちら皆さん何かわかるでしょうか。なんとヘルメットです。はい、ということでこちらヘルメットなんですけど、はい、こちらめちゃくちゃおしゃれじゃないですか。これカラーはアイボリーにしました。今使ってるのが OGK カブトレッザ2というヘルメットで、カラーがブラックです。ブラックとかホワイトって結構定番のカラーかなと思うんですけども、こちら見てください、アイボリーなんですよ。めちゃくちゃおしゃれでしょ。アイボリーって結構女性ローディーに多いイメージがあると思うんですけども、男性でも着用できるっていうことを証明したいと思い、このカラーにしました。そしてこちらのヘルメット、インバイクさんで購入すると値段はこんな感じです。めちゃくちゃお買い得でしょ。はい、ということで2つ目がこちら。あ、その前に1つこちら見てください。海外通販特有の箱がボロボロっていう、結構海外のサイトで購入された方は分かると思うんですけども、箱がねもうねボロボロなんですよ。あ、でもね中身はちゃんとしてるんで僕はあまり気にしないかなと。海外サイトで購入される方はこういったところ注意してください。はい、こちら何かと言いますと、アイウェアです。これもまたね、これ見てください、めちゃくちゃかっこいいでしょ。この若干オレンジがかったレンズがめちゃくちゃおしゃれです。あと思ったんですけど、ここの幅が結構広いので、今使ってるアイウェアって結構細くて、このフレームがどうしても視界に入っちゃうんですよ。なのでライド中ちょっと視界悪いなと思ってたんですけども、こちらめちゃくちゃ幅広なので視界を遮ることなくライドできるかなと思います。そしてこちらのアイウェア、こちらの値段です。このアイウェアもですね、めちゃくちゃお買い得なのでぜひおすすめです。そして3つ目、ドン。夏用のサイクルジャージです。色はですね、結構派手なやつを選びました。見てください、これめっちゃ可愛くないですか。これめっちゃ派手。この袖のとことか見てください、めちゃくちゃ派手でしょ。あとこれ少し感じたんですけど、めちゃくちゃ通気性が良さそうです。これ分かりますかね、かなり素材が薄いんですよ。なので風の抜けがめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ちょっと一回着てみましょう。はい、見てください、着替えました。パッと見めちゃくちゃパツパツに見えると思うんですけど、全然苦しくないんですよ。この腕周りだったり肩周り、あとはこの胸周りですね、全体的にめちゃくちゃ伸縮性がいいので全然きつくないです。はい、ということでこちらのサイクルジャージ、インバイクさんのサイトで購入するとこんな感じです。他にもですねカラー展開されているので、気になった方はぜひ見てください。はい、ということで最後4つ目、こちらビブショーツです。ビブショーツはですね、パール泉さんのビブショーツを履いてます。
はい、ということでこちらインバイクさんのビブショーツです。見た感じ他のメーカーさんのビブショーツとあまり変わりはないかなと思うんですけども、こちら見てください。こちら英語でですね、In Bike on the Way と書かれてます。こういったですね、ちょっとしたワンポイントがめちゃくちゃおしゃれかなと思います。はい、ということでこちらのビブショーツをインバイクさんのサイトで買うとこんな感じです。このビブショーツね、カラーがね3色ありまして、このネイビーとこのもう一つこの茶色のビブショーツ、めちゃくちゃおしゃれで欲しいなと思ったんですけど、ちょっと品切れで在庫がなかったのでこちらの黒にしてみました。はい、ということでこちらのヘルメットとアイウェア、あとはサイクルジャージの上下をですね、今から着用しまして、グループ